ば積極的にここは遅くして変化をつけていくぞみたいな、まあ、微妙なニュアンスの変化があるんですけどね。要するに、ラルが出てきたら、ああ、なんかばらけるな、遅くするなと思ってくよだっさい、しゃ。7から。で、B フラット7になります。2拍目で小指と一緒に中指入れてくる。中指足場に人差し指正反を崩してくる。で、人差し指をコンパスの針として、肘をスイングしてくると中指を1フレットに持ってくることができましょう。人差し指の向きを見てください。その前が、この中指と小指を1フレットこっちに持ってきたいわけだ。人差し指はキープして、で、肘を開いて回転させる。で、F7-1 の全制覇。19小節目で、小指を足場のつもりで人差し指中指を入れ直してきて、よろしいでしょうか。19からの流れをやりますよ。正反の解除というか正反からの展開ですよね。ここです。よろしいでしょうか。で、肘を開いて回転。で、ポジションチェンジ。ポジション通りで攻めてくることができます。で、E マイナーに入ります。 P で5弦4弦で、IMA が123で、こういうことをやっています。これを早くやったものがこれです。で、プリングオフっていうふうに、先ほどと同様 I のスイープで攻めてきています。その時に親指を足場に取った方が安定するかもしれませんね。ここと全く同じ仕組みでダブルドミナントを取って、2-7、5-7を取って E マイナーに来ると思ったら、 E9、 いわゆる E9 というのは E7 のことですからね。分かりやすいようにちょっと7にしますよ。ドミナントが来ちゃったんですよ。だからまた向かう先探さなくちゃいけない。だから次に出てくるものが必ず1番だから、次に出てくるものを1番とみなして、その前に5番を置いてるわけ。ね。だから B7 というのはこれを1と見た時の5だから。で、こいつは次に出てくるこれを1とみなした時の5だから、この点線矢印がご覧のようにずっとこうやって続いてるんですよ。ここまで。これがサークルオブファイブ。もう音楽の勉強しましょうって言われたら、もう当然、もう絶対最初のうちに暗記することの一つですよね。